ランカシャーヒーラーは、イギリスのウェールズ、ランカシャー地方原産の牧牛犬種である。別名は、オームスクヒーラー。その歴史は古く、16世紀の前半に誕生した犬種である。優秀な牧牛犬を目指し、ウェルシュコーギーとマンチェスターテリアの原型、ウェルシュブラックタンシープドッグなどを交配させて作出された。主に牛を移動させる牧牛犬として働いた。 吠えて、牛を追い回すだけでなく、時には言うことを聞かない牛のかかとを軽く噛んで驚かせ、従わせるといったヒーラー犬種の持つ特殊な技術も駆使した。また、マンチェスターテリアの原型の地によりネズミ狩りも上手で、牧場の衛生管理にも一役買っていた。牧牛の作業が機械化された後も作業犬として生き残ることができたが、二度の世界大戦によって、 頭数を大きく減らし、絶滅の危機に追いやられてしまった。その後1960年代に犬種を再構築するための復活作業が開始された。しかし、この復活された犬がオリジナルの犬種の血を引いているのか、どうかについて、かつて論争が行われていたことがあった。オリジナルの犬の血を引いていると唱える派の愛好家は、この復活作業はわずかに生き残った。 ランカシャーヒーラーとその血を引く雑種券コーギーマンチェスターテリアを慎重に交配させて行われたと主張した。一方、オリジナルの犬の血を引いていないと唱える派の人からは、ランカシャーヒーラーは復活作業開始時にはすでに繁殖に使える純血の犬がいなくなり絶滅していたため、それと全く関わりなくコーギーとマンチェスターテリアを交配させて新たに作り直した。 焼き直し版であると主張されていて、異なる二説が対立し合っていた。復活した犬が、本当に、ランカシャーの血を引いているとする説の根拠は、戦後実際に番犬などの作業犬として飼われ、生き延びていた個体がいて、愛好家が多かったため現地だけでなく、他地域に疎開することによって生き延びることができた、ランカシャーも少なくなかったことなどによっている。純血個体の減少により、 雑種化をせざるを得なくなってしまった血統のものもあったが何とかその姿や能力を保ち復活作業に役立てることができたとのことである。一方復活した犬が乱化者の血を引いていないとする説の根拠は繁殖できる個体が非常に少なかったことによる希少性などによっている。確かに現地もしくは疎開先で生き延びる個体も多かったが繁殖適齢期の犬はかなり少なかった。 このため繁殖できるランカシャーは作業犬の種犬として高値で売買され復活プロジェクトを行う計画をしていた愛好家は純血の犬を入手することができず現在愛好家や犬種クラブ側では先の説を復活犬の正しい追い立ちであるとして採用しているが一部の専門家からは今も後の説の方が正しいのではないかと疑問視されているおそらく今後は DNA 検査などによりその真相が明らかになるのではないかと言われているが、どちらの説が正しいにせよ、ランカシャーヒーラーの復活は、対戦でダメージを受けたウェールズの復活と結びつけられていて、復興と再生のシンボルのようなものとして扱われていることに変わりはない。1981年には、イギリスのザケネルクラブに、貴重な公認犬種として登録され、ペットや、 ッ毒としても飼育されるようになった。しかし、原産地ウェールズ以外では、イギリス国内でも珍しく、あまり国外では知られていない犬種である。まさしく、コーギーとマンチェスターテリアの中間といった様子を、している。マズルは長く、筋肉質の体つきをしていて、胴長短足である。胸は広く、首は太く短い。耳は正面を向いた立ち耳、尾は 飾り毛のあるサーベル型のタレオ。コートはスムースコートで毛色はブラックタン。体高25から31センチメートル、体重3から6キログラムの小型犬。性格は明るく、思いやりがあり、活発だが少し警戒心が強い。他の犬や子供と遊ぶことや、人や物を追いかけたり、走り回ることが大好きである。運動量は多めで。 ヒーラー種のためストレスが溜まると、人のかかとに噛みつくこともある。だが、人懐っこく家庭犬にも向いていて、日本でも飼育することが可能である。かかりやすい病気は、椎間板ヘルニアで、これは主に飼い主の抱き方が正しくない場合によく、起こる病気である。乱ャーに限らず、胴長短足の剣種を抱くときは、片手で胸を、もう片方の手で腰を抱えて持つことが鉄則である。 肥満になりやすい体質なので、食事の量や栄養バランスの管理に注意が必要である。肥満になると腰だけでなく、足にも負担がかかり、関節疾患にかかりやすくなるため、これも気をつける必要がある。ありがとうございます。